はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員、くつだりょうじでございます。糸巻様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがとう頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。内田信之草加市支部長、家庭の事情により立候補断念、致し方ないとはいえ、ポスティングボランティアお申し出いただいた方々には誠に申し訳ありません。もうすでに何百枚かポスティングされちゃった方もいらっしゃいまして、誠に申し訳なく心苦しく思っております。すでにお送りしてしまった内田のチラシはお手数ですが、ご処分お願いいたします。草加市だけが支部長がいるわけではありません。気を取り直して、昨日ですね、安倍利文富士見野市支部長政治活動デビューしてまいりました。富士見野市非公認ゆるキャラ安倍利文という感じのですね、富士見野市の皆様、応援よろしくお願いいたします。地道な活動が実を結ぶと信じております。うちの中からネットに向かっていろ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 言ってれば票が取れるもんでもないですわね。地元でリアル活動をしないとね。山口弁護士、まゆって読むのかなこの人、カルト規制について法律は作れるだろう、曖昧で恣意的に適用できうる定義を作って、時の政権が政権批判するどっかの団体に適用するっていう可能性があるとテレビ番組で言っておりました。これはその通りとしか言えませんけれどもね。私も一昨日あたりかな、反カルトの法律は危険だよなーということを皆さんにお伝えしておりましたけれども、ネットの反応です。どこがカルトとして認定するか、何をもってカルトとするか、反社規制法でいいのでは、それはもうありますね。反社規制法はね、暴対法とかね、カルトでも反社でもいいけど、定義をきちんとやらんと恣意的に運用されかねないと言ってるだろう。統一の思想や教義を理由にカルト認定するのは日本の憲法では不可能。まずは選挙の時に投票を頼んでくるのを禁止しろ。聞いたか、コメント。試験ですけど、日本で反カルト法は改憲しないと実は難しい。思想信条の自由を保障にですね、公益に反しない限りとか付け加えないと難しいんですね。カルト取り締まりで違憲訴訟の嵐になっちゃう。これを付け加えさせないと。こんな法理的なこと言うとですね、靴沢は統一を擁護するのかなんて喜んで言うやつが必ず出てくるんですけれども、基本的に私は半島由来の宗教なんかなくなってほしいと思ってますからね。これは法による消滅ではなくてですね、信者の減少による自然消滅が望ましいな。統一にいると、統一の信者でいると骨の髄までしゃぶられますよって言いまくったりですね、もしくは個別にですね、教団の指示で投票を頼むことは違法であるとかですね、騙して会館に連れ込んで大勢で取り囲み長時間かけて勧誘するのは違法などの刑法を作った方が公平だし、公明困るし安心ですね。全体法を作っちゃうと他にも影響が出ますんで、1994年社会党村山、政権誕生、2009年鳩山政権誕生ということで、今後日本に左翼政権が誕生しないっていう保証ないんですよ。宗教を規制するふわっとした法律作っちゃってね、左翼政権が靖国や伊勢を対象にしないとも限らないんでね。フランスがなんで反カルト法を実現できたかっていうと、国民の過半数がカトリックでバチカンに忠誠を尽くしているからという特殊事情があります。キリスト教はキリスト教でもカトリックイコールバチカンしか認めない人が過半数。キリスト教以外を弾圧してもバチカンじゃないキリスト教を弾圧してもさほど国民から批判が出ないからやりやすいっていう特殊事情ね。
フランスでは法による宗教の寡占が行われているとすれば、八百万の神が負わす日本は、ひょっとして世界で一番宗教を法規制するのが難しい国なのかな、というような感想を持ちますね。公明党、霊感商法による被害実態の把握や、被害防止に向けて対策の検討を始めると発表。石井啓一幹事長記者会見にて発表。来週にも会合を開き、消費者庁や専門家、霊感商法の被害救済に取り組む弁護士らから意見聴取する方針だそうでまーす。ネットの判断、冗談でしょ。ものすごいお前が言うな。どの口で言ってんだ。仏壇販売、墓石販売、葬式の一切の仕切りはセーフ。これやってますもんね。新聞取ってくださいよ。信者に新聞をタダで配達させるのやめさせよ。政教分離を話し合うのが先じゃないんですか。嘘ついて会館に連れて行き、そこで勧誘するのもアウトにしてください。先祖の霊云々で仏壇買わせる悪徳商法を厳罰化しようぜ。自分らが引っかからないラインを引いて規制する気か。公明、霊感商法対策としてぜひとも学会に入会。反カルト法、新聞を買わせることはこの限りではない。とかいうの作りそうだな。試験ですけど、まあお前んとこはどうなの。火の粉が飛んでくるので、ここは統一叩きに熱心なとこ見せとかないとな。必死ですな。結果的にお前が言うなっていうことになってましたけども、新刑法を作ることには私賛成であります。個別にね、宗教を取り締まる反カルトを作れなくて、個別にこういうのは良くないよ、ちゃんと指摘するの。大勢で取り囲み長時間座談会して入会勧誘は違法。せとあのつく新聞強制は違法。赤旗とか政教新聞のことですね。無償で新聞配達させるのは違法。これ今も違法じゃないのか。なね、奴隷労働は。教団が投票先を支持するのは違法。これぐらいで統一も学会も共産もだいぶ弱りそうですけどね。参院選全国比例票、6年前公明757共産602、3年前公明654共産448、今年公明618共産362と、大体ですね、まあ、100万票ぐらいずつ減らしてんですけど、共産は。公明もですね、なんぼずつだろうな、数十万単位で着実に減ってんですけどね。勧誘禁止、新聞無償配達禁止で激減が期待できますね。共産も公明も、子孫のためにおっさんたちが頑張って公明と共産2ですね、2大カルトを滅ぼしてとかないとな。社民はしぶとく延命しちゃったな。6年間は高等でいられるんでしたっけ。残念でなりません。福島みずほ受かっちゃったからね、この前の選挙でね。安倍は人間のクズと書きまくっていた極左機関紙日刊現代。なんで機関紙かっていうと、現代はですね、新聞協会に入っておりません。つまり新聞ではない、週刊誌と同じ部類なんですね。駅で売ってますけれども、泉健太立憲代表にイライラする。泉代表は番組で国葬出席の可能性についてあると思う語っていた、国葬を否定しながら出席するかもとは支滅裂だ、優柔不断にも程がある、耳を疑う。なるほど、そうだな。国葬反対って言いながら呼ばれれば行きますっていうのはちょっと尻滅裂だわな。これは現代に一本取られちゃいましたな、泉健太。ネットの話です。左翼名物内ゲバ開始。右からも左からも叩かれて板挟み。取り巻きの暴走全く制御できていない感じ。まあ泉はね、どうでもいいとは思ってんだろうけど、取り巻きが一生懸命だから一応国葬反対、って言ってんだろうな。まさか参列するんじゃないだろうな。総括始めちゃったの。こうやってどんどん精鋭化して一般人の感覚からかけ離れていくんだよね。特定支持者の顔色を伺うのやめりゃいいのに。弔意を示すぐらい
いいのではっていうのもものすごい裏切りに見えるんだろう。まあどっちつかずが一番悪手悪手だよな。国葬反対参列しない、共産党はもともとイメージ最悪だからこれでも問題ない、立憲はもう反対派からも相手にされてないから好きにしたらいいと思うと、今までのガチ支持者極左も無下にできないが上位ぐらい示さないと緩い人たちにも呆れられるし、泉健太も悩ましいですな、思わずブリブリと、現代発狂ますます極左に傾いて緩い左翼を許せなくなってきているのは左翼おなじみの内ゲバですね。どいつもこいつも俺が俺がだからよっぽど追い詰められないと一体化できない、一緒にやれない、すぐ分裂する、極左が緩い左翼を気に入らない現象はですね、元朝日新聞記者の鮫島なんとかってやつも、なぜ朝日はこれほど叩かれるのか、持論を披露しておりました。結局は左翼度が足りない朝日はみたいなことを言ってましたけどね、ネットの話。これが朝日社員の感覚、政治ジャーナリストだかがこの程度の認識。リベラルじゃないから部数落としたって、朝日新聞嫌われる理由でググったら389万件も出てきたわ普通の国なら慰安婦捏造の時点で会社が潰れる、こいつみたいなのが嫌われる原因でしょ、嘘つきすぎたからどんだけ嫌われることしてるか自覚ないんだね。朝日嫌われる理由389万件は知らなかった。さすが自称クオリティペーパーですね。野党に転落した民主党はですね、なんでこんな嫌われたの、嫌われた理由を教えてくださいってアンケートを実施しました。その時にですね、最も評価を集めた回答がですね、そんなこともわからないところが嫌いと、こういう回答ですね。これと似てますね、なんかね。鮫島もっと極左に振り切れていればはちょっとだけ正しいです。慰安婦捏造がバレた当時ですね、読者にだけ形ばかりの謝罪記事掲載して極左の読者が激怒しまして、より極左の東京新聞に移りました。東京新聞部数を伸ばしたことで自信を持ち、それ以来もっと左に、より極左にいうことで今に至る。といってもですね、50万部が53万部に増えたぐらいなんですけどね、ちょっとだけ。極左と波左の盛大な内ゲバを希望いたします。僕、パク、イハカル、本社編集局員が処分されたってニュース画像のキャプチャーなんですけど、東京本社編集局長って書いてありますね。なんかやらかして、忠和は、処分されたんだよ。社長に出世して木村忠和って改名しましたね、これね。慰安婦捏造がバレた時の社長なんでよく覚えてんですけど、編集局長だった頃は僕と名乗っていた。下の長野総局長が金だった。朝日新聞ね。忠和、イハカルって呼んでました、私ずっと。変な名前って覚えていたんでね。忠和って読むらしいですけど、ユンでしょ、これ。ユンでしょ。僕、パクか。パクユンなんとかって言うんだよ、多分ね。日刊現代、立憲は極左が足りない、我々。そうだそうだ。鮫島、朝日は極左が足りない、我々。そうだそうだ。そそのかしてれば、自滅早まるんじゃないですかね、これね。確信はありませんけど、立憲も朝日もですね、子孫のためにならない組織である、は衰退させないと、これも我々おっさんたちの仕事であります。私が死ぬ前に、肺がんが再発する前にぜひとも朝日新聞の倒産が見たい、日刊現代の廃刊が見たい、そのために日々頑張ります、というわけでメール党員さん、筑紫部長さん、大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。